さあ、間もなく始まります。僕が高校時代に教えてくれてた方々が多く出ている決勝大会ですね。これは春の高校バレーで、アナウンサーは古川さんと兄さん、はい、懐かしい顔ぶれです。古川さんもね、もうバレーボール協会で本当にいろいろお世話になってましたね。まあでも本当にいい人っていうのは先輩の方からも聞いてます。はい、話変わりまして、三里工業、はい、スターティングメンバーも本当にすごい人ばっか、やばいです。本当にもうね、この時のエースがもう僕を高校時代毎日練習来てくれて、本当に本当にすごかったあとセッター見物セッターがすごい本当に大先輩だからな、うん、あ、この11番の身長低いんですけど、もう本当にいいスパイク、先輩も見物ですね。はい、伊良部高校、もう本当に伊良部高校のエースもすごいんですよね。僕が高校時代、中学校時代から一応知ってるんですけど、もうこの動画自体を僕はもう中学校の後半から見てますね。はい、懐かしい試合ですよね。本当にもうまさかまさか僕がこれを動画で話するとは思いませんでしたね。はい、うわちょっとじらついてる。まあまあまあ古い動画なんで仕方ないと思うんですけど、いやいやいや、もう本当に、いやー宮古島本当になんか決勝で初めてとか言ってましたかね、本当以外が決勝に来るのが本当にすごいと思います。では第1セット目が始まろうとしていますので、バレーボール始めたいと思いますね。ではサーバー三里工業からなんですけど、ジャンプフローターでしょうか、ジャンプフローター、はい、セッターにうまく返って、そこからレフトからのスパイク、これはアウトか、これはアウトですね。まあでも打球が速い、打球が速いですね。本当に本当にいいスパイク打ってくるんですよね、先輩も。さあサーブ、ジャンプフローター、さあ、うん、長いコースセッターを動かされますが、ブロックの上、高い高い上じゃん。いやね、本当にもう3番のエースの先輩のスパイクやばいんですよ。ジャンピング、はい、これオーバーでカットして、上じゃん、これもいいスパイク打ちますね。キューバの先輩もよく急にしてよく見ますね。はい、さあジャンプローター、これもおいサブ、これオーバーかやってないですか、入ってきてブロックしたけどまた繋いで、うわこれも上に上げる、ダントスこれ打ち切るか、おおまた続く、ラリーラリーラリーです、ラリーナイスワンタッチ、うわナイススパイク、いやいいですね本当に。浜川さんにボールを集めてしっかり決めていく、ナイススパイクですね。はい、で崩れるチャンス、チャンスは選ぶ学校、チャンス広く速攻入って、そっかレフトに浜川、これもワンタッチ、すごいすごすぎますね、これはいいスパイクです。さあこのままイラブが勢いでいってほしい流れですけど、これを止めたい三里工業、ツーアタック、あこれはまだボールが続いています、これはわあナイススパイク、このがエースですね。あもう懐かしいな、この先輩も本当にすごかったからな、フォーム独特だしね、勢いもあるしスパイクも強いし、さあサーブが入る、ほほほほほほ早い攻撃使ってきましたね、ラブ高校やっぱサーブ攻めないとね、しっかり返されてやられちゃうっていう感じなんですけど、本当にチャンスは逃さない、ラブ高校、さあイーサーボーツ、これも返ってレフト、
これはワンタッチでしょうか。ワンタッチですね。はい、ナイスバイクです。なんかイラブ高校、なんか僕のイメージだと速い攻撃をめっちゃ使ってくるチームで、イメージだと僕はコンビで、なんかこの多彩と言いますか、高さもあったっていうか、まあ、これを申し込んできてしっかり決めてますね。なんかボールちゃんと見れてる感じで、こういうなんかこう落とすようなバレーを最近はあんまり見ないというかブロードすっごこれはびっくりだ。おお、これはアウトになってますかね。はい、ボールも違いますからね今と。はい、さあ、いいサーブが入る。セッターに帰って、そこそこフェインワイスワンタッチだと思うんですけどね。いや、この本当に身長が低くてね、この選手もすごいんですよ。飛ぶだ。このようなプレーを今の子たちに見せてあげたい。さあ、これもしっかり決めてくる。イラブ高校ナイス、イラブ高校ナイスですね、これ。おお、はい、やっぱサーブ弱いと簡単にやられますね。もう本当に攻撃がいいんで、レフトからこれは、あー、すごいな。ここもナイススパイクです。さあ、山城剛さん、この人も有名ですね。もう僕も中学校から知ってます。はい、これもしっかり返る。レフトから押し込んできた。ほう、すごい身長低いですよこの先輩。169センチですよ。本当に皆さん169でこのプレーはもう本当すごいと思う。70ないですからね。さあ、サーブがいい。さあ、2段トスになった、崩れたが、これはアウト。さあ、三里工業流れを作っていくか。さあ、なぜか知らんけど点数は飛んでしまった16対18、リードは三里工業。さあ、これもワンタッチ取ってますが追いつけない。さあ、2点差。ナイスコンビバレーですね本当に。さあ、身長も大きいですね。180センチ、結構この台180台が多い感じがしますね。さあ、セッターに帰る。しっかりレフトからワンタッチはあります。ナイススパイクですね。さあ、17対19、三里工業20対、三里工業3点リード。三里工業は本当に落ち着いてバレしているように見えるんですよね。さあ、169センチ、又吉選手、本当にこの選手のプレーマジですごい。さあ、ブロックワンタッチ取ってきた。これも上げる。しっかりつないでライトからの攻撃。うわー、たっけー、やばい宮村さんすげえな本当に。もう昔からもこんなプレーしてるのか。さあ、いいサーブ、これも取ってあげてるし、おっと、僕は立ちてっと、もったいないですけど、全然なんか笑顔が見えますね。余裕がなのか、三里工業。さあ、イラブ高校追いつきたい。さあ、この点数どんなサーブを打ってくるか。ジャンピングサーブ、いいサーブです。これもオーバーでキャッチされた。ふぅ、さあ、久田君から遊ぼうという連絡が来た。頭の歯これを使っていいのかさあ、いいサーブですけど、
これもまだ打ってくる。上げる。すげえ、ブロックか。ブロックポイント。浜川選手、もう少し、もう少しでフォローができたと思うのに。くぅ。うわぁ、ここでサブミスか。サマー、サマーやばいやばい。はい、23対。さあこれも崩れたけどしっかり打ってくる三郷工業。18対23、三郷工業リードしてくる。ここでスパイク決める。23対20、伊良部高校は諦めていません。まだ諦めてない。わあ、ターンですね。相当いいスパイクしました。あ、奥の先輩たち相当すごい大御所がいましたね今。さあ、イーサーブ、これは上に上げるだけ。セッターしっかりトス上げてスパイクを、ナイスブロック、ブロック止めた。ナイスブロックです。これはこれがでかい。いいスパイク、いいブロック。再試合23対21、これは速攻。いやー、速攻ここで上げるか。いやー、予想がないですね。横田選手179センチ。さあ、全リードは三郷工業24対21。さあ、ブロックワンタッチからトスを上げるか。上げた。これレフトから申し込む。まさかのフェイント、予想外だ。うまい、うまい。空中でしっかり、空中でしっかり指先使ってる感じがしますね。もう最後の最後でフェイントみたいな。はい、25対21、三郷工業1セット目先取です。さあ、第2セット始まります。第2セットは何点からスタートかな。これ点数分かんねえな。さあ、ライトからのスパイク、ナイスワンタッチ。ここ2セット目も伊良部高校から選手。166センチじゃん、この人もすごいな。うわ、いいサーブ帰る。11対8で三郷工業リードからのスタート。さあ、これもしっかりリベロが返してレフトからスパイク。宮村さんか、これは。やはり宮村さんのホームで分かる、すごい。宮村さんのスパイクマジすごかったかな。音がやばかったもんな。さあ、いいスパイク、速攻。これもブロックで上げてる。伊良部ここ粘る。伊良部ここ粘る。これワンタッチじゃないか。ワンタッチ、すごい。マジこれ、あ、やばい。これは消さないといけない。いやー、すごいですね。これはアウト、惜しい。あ、でもいいコースですよ本当に。はい、さあ、宮村さん意外にフローターサーブみたいな昔はフローターだったんだ。さあ、これもしっかり上げる。レフトから、さあ、返した。横を速攻使ってくるか。あーっと、さあ、サーブは依然と三郷工業14対9、リードは三郷工業。スパイクを打ってきた。長いコースに打ってくる又吉選手、いいスパイクですね。すごい、いいスパイクです、いいスパイク。はい、さあ、これを返したい。伊良部高校、三郷工業上に上げる。まだ続いてます、ラリーは続いてます。オーバーで返して、しかもあんな奥に、ね、あんな奥に返す。スキメーター、伊良部高校チャンスをものにできましたね。さすがです。さあ、伊良部頑張れ。さあ、長いコース、さあ、ブロードワンタッチ取ってきた。さあ、レフトからスパイク、
これはインスパイク、これはアウトか、アウトだ、嘘だろう、マジですごいインスパイク打ってきましたけどね、すごい。さあ三郷工業サーブガンガン攻めてきてます。いいスパイクを打ってきました平山高校。トスがいいね、やっぱすごいな、いいトス上げてきますね。さあ落ちてきた、おお崩れた、崩れたけども打ってくるんですよね、これもしっかり、すごいな、169センチ。また吉選手、彼のプレー本当に見本にしたいぐらいです、本当にすごい、しっかり打ち切る。はい、さあチャンス、チャンスに、さあ打ってきた、これもいいスパイクを打ってくる、いやーいいスパイクですね。しっかりフォントを拾ってレフトから、これも入ったか、これはアウトだ、ジャッジはアウト、でもいいコースだと思います本当に三郷工業変幻自在というか、もう本当に長い長いコース使ってますよね。うん、いいスパイク打ってきます。さあさあセッターに帰った、いい、マジか、ここを拾ってほしかったさあ選ぶ高校頑張れ。さあ三郷工業余裕があります。さあ169センチ又吉、この選手のプレーはもう本当見どころ満載です。さあセッターに帰る、レフトから浜川さん、浜川さんじゃない浜川さんじゃなかった、さあ20対12、さあ伊良部高校頑張れ。さあまだラリー続く、レフトからこの離れたとこからしっかり打ち切るんですよね三郷工業、だから点数につながるんです、だからチャンスをあまり返さないというか、もう本当に相手がどんなボールもなんか打ち切るみたいな、まあもうなんだろうな、今の時代だとなんか早い攻撃でバーンみたいな感じで打つんですけど、今の時代もこういう2段トスが多かった、でしっかり3枚ブロックついてこれを抑えるみたいな感じでしたかね。いやでも本当に伊良部高校もガンガン上げてるんですけども、本当に攻撃力がすごすぎて三郷工業のいやでも本当にすごいバレーしてますよ、はい、楽しいバレーしてます。はい、これは西原高校のマーチング部でしょうかさあ三郷工業、三郷工業が2セット目も連続するか、又吉のサーブ、これもいいサーブ入ってくる、しっかり込んできた伊良部高校のスパイクは、アウトか、これもマジか、三郷工業リズムを作っていく、自分たちのリズムを作って、又吉のサーブはこれはネット、いやでもなんか一個一個のプレーがなんか大きく見えるんじゃないですか、工業のプレーすげえマジ。さあロングフローター、さあこれもしっかり返って、山村さんすげえ、このダイナミックなフォームですよね、本当にやばい、ノーブロックだし怖えよね、あんな正面で受けれなかったよ本当に。さあこれも崩れた、さあイラブは返してくる、しっかりチャンスをセッターに返して、これはもらうか、上がってます、上がってます、ライトからブロックをしている三郷工業、これはブロック少ない1枚で、さすがです、さすがに決めていきます。いや本当にいいスパイク打ちますよね浜川さんも、マジですげえ
ガンガン打ち切ってますね。さあこれも崩れた伊佐と工業からのレフトから宮村上げる、リベロのナイスレシーブ、ライトから、あっとこれはブロックか。いや高いな、本当に高い。宮村さんすげえ。さあレシーバー帰った、水戸工業は誰を使う、宮村、最後も宮村さん、水戸も宮村さんでした。いや表情に余裕が見えます。さあ第3セット突入です。第3セットも移動しております。センターから、さあしっかりやってくる。これはアウトアウトですね。アウトじゃん、ワンタッチ。ワンタッチ。さあ、しっかり取ってくる。帰って。さあ、ミサタコが前の中に落としてくる。うまい。変幻、もう本当に前に後ろにちょろ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 して、うまいんですよね、この選手。もう本当に。本当に169センチのプレーじゃないですよね、この人。あーっとこれサービスです。さあサーブもいい、雰囲気ももう三里工業大きくリードです。離れております。さあつなぎたい、さあこれは返すだけ、帰らない。さあ帰る、頑張って返す。さあ誰がチャンスは、三里工業、こっからレフト、ライトでしたね、ライトブロック、しっかりワンタッチで押し出しました。これはもう止まらない、三里工業が止まらない。バックアタック、これも上げてくる、三里くんレフトから待ってほしい、こうナイスフォローです。チャンスは、お通りか。さあ三里工業、さあイラブ高校がここまで粘れるか。三里工業フェイント続いてますね。これはラリーラリー上がってます、上がってます。さあレフトからもすごいな、マジでどっから動いてきた今。あ真ん中から、真ん中から普通に見えなかったすげえ、もうこの選手めっちゃ動いて決めてますよね。さあレフトから、まだわからない、どういうプレーをしてくる。これ押し込んできた、フェイント決まった。さあ滝下のサーブ、さあ入ってきた速攻ブロック、こ
これはダブルドリブルブロックか。ここで水里工業流れが止まらない。いや本当に水里工業強いな本当に。さあブロック、ナイスワンタッチだ。さあこれもしっかりセッターに帰って速攻シークイック。さあこれセッターに入ってない。おっと珍しいプレーですね。はい、しっかりここをものにしてほしいっていう感じっていう感じってなんだよ。さあ伊良部高校しっかり入ってくー、美里のエースのスパイク、これもうやばいよね本当。見てくださいこの角度マジでえぐいてーってやつですよ最近で言うと。さあサーブでしょうか。サーブではないやばい。さあ若さのあるプレーでしょうか、見られるでしょうか。久米選手、あーとこれはタッチネットでしょうね。さあ全然さあサーバー浜川さん、あうん、じゃあサーバー見せた工業、ここでメンバーチェンジ。門口選手懐かしい。この選手サーブいいんですよ、めっちゃほんとサーブがいい。サーブリが本当に有名な選手でした。サーブ、門口のサーブ、これも決めてきた。すごい。すげえ。1年生でこんなサーブ打てる？いいサーブっすね、本当に。あと、これはネット。はい。さあ23対10、さあ前に落としてきた、これをしっかりライトから長いコース打ってくる。ナイススパイクですね本当に。さあサーブは石垣選手。さあオーバーで返した、しっかり返してこれを抑え押し込んできました。さあいい感じ。さあイタブ高校誰を使ってくるか。さあいいサーブ入ってくる、これをしっかりライトにもらうか、もらった。さあこれ誰が打つ、またよし、これはもらっバックアタック、これはすごいすごい、これ打つやばいでしょお母さんすごすぎでしょ。サイドボーコーサーブ、またよし、まだ終わってない。さあ打つ、これも打ってくる、浜川すごい、ライトからワンタッチ、美里工業優勝。すげえ。21対25、美里工業14対25、美里工業12対25、美里工業、本当にこの時の美里工業の全国大会の試合もあるので、また僕はそれを載せたいと思います。頑張って僕もこういう選手を育てていきたいと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。それではまたバイバイ。
持ち前のバレーができて少し苦戦しましたけども、はい、2セット目以降というのはう、ね、セッターにきっちりボールを返して、はい、コンビを使って攻めるという自分たちのバレーができましたよね、はいはい、それが勝因じゃないかと思います、はい、さあそれでは優勝インタビューの準備ができたようです。伊藤アナウンサーお願いします。はい、見事優勝を果たしました三郷工業高校の知念監督と石垣キャプテンにお話を伺います。キャプテンおめでとうございます。ありがとうございます。さあ本当にあの見ていてね自信を持ったプレーに見えたんですが、あちょっと怪我人も多くて心配もしましたがみんな普段通りにできて最高でした。自分たちの力すべて発揮できましたか？まだ十分にできてないと思います。まだまだ残っている、はい、ではぜひそれを全国大会に向けて出してくださいね。はい、全国でも頑張ってください、はい、頑張ります。続きまして、知念監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。監督、